時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつは、めでたいこれガーナショコラビスキュイ。これまでにもポップコーンやカッパエビセンなどとコラボしてきたロッテのロングセラーガーナチョコレートから秋の新商品として発売されたのがこちら、ガーナショコラビスキュイ。口溶けのいいチョコクリームが入ったビスケットをガーナミルクで包み込み、その上からフィアンティーヌを振りかけた一口サイズのチョコビスケットです。フィアンティーヌとはクレープ生地を薄く焼いた香ばしい焼き菓子のことで、フィアンティーヌ、ガーナチョコレート、ビスケット、そしてチョコレートクリームという4層の絶妙な味わいが楽しめるとのことです。では今日のおやつ、ロッテのガーナショコラビスキュイ、いただきます。すごい、なんかもうおしゃれなんでしょうね。ビスキュイとかね、フィアンティーヌみたいなね、名前ね。ああ、頑張ろう。はい、ではいただきます。うわオープン。あら、コロコロしちゃってかわいい。ではいただきま、あ、いただきます。これなんて言えばいいんだろう、なんか優しい四角い形。おお、これが噂のビスキュイですね。ビスキュイって何なのか知らないけど、すごい美味しい。硬いというか、サクッとしてて、だいたいこういう、なんだろう、チョコ菓子って、見た目はふっくらしてるのに、中が空洞なことが多いじゃないですか。これね、すごい。ちゃんと詰まってますね。4個?フィアンティーヌからのガーナチョコレートからのチョコレートクリームからのビスケット、考えられてますね。すごい、おいしいかも。おいしいですかもじゃない、おいしいです食べないでしょ。おいしい、おすすめ。こうだんだん秋になってきたりするとね、こう暖房とか入れると思うんですけど、今日とかは入れないとは思うけど、これから入れるときにチョコって溶けちゃうじゃないですか。でもこれ大丈夫だと思います。はい、溶けても、溶けないです。溶けないチョコです、多分。わかんない、やってみないと。でも多分溶けないと思う。はい、指にまだくっついてないんで、すごく美味しいです。 ZIP FM 77.8